マミからもらう DNA Hungry Twisted Music。 はい、どうも皆さん、おはようございます。ジャストナガです。今日の朝6時ぐらいに高速乗ってたらタイヤがパンクしてしまって、まあ状況を見せた方が早いな。こんな感じでめちゃくちゃダサいんですよね、はい、まあしょうがないんですけど、まあパンクしてしまって、まあ今からねもう速攻でパンクをとりあえず直しに行きます。そっから、Vlog スタートしていくので、まあ今日も一日ね気軽に見てほしいなと思います。顔がめちゃくちゃむくんでる感じがする。はい、今ね昼飯を作ってきました。チキンと生卵に米っていう感じです。でわさびもあります。でタレで味付けしました。まあこちら弁当ということで、でね今タイヤ直してきて本当に最近壊れるものが多くて、まあそんな日もありますよね。カメラも最近壊れて、タイヤも壊れて、まあ不幸なこと続いてたら次は上がるだけなので、また慎太郎さんたちと合流するので、パパッと食べて合流したいと思います。いただきます。生卵だとねかき込みやすいっていうか食べやすいんですね。胸肉が硬いじゃないですか。胸肉ってパサパサして、それを食べやすくする生卵で。いただきます。うん、おいしい。海3名合流したのがうちのタイムすぎて、3時間ほど経過してみんなやっとね、3名合流しましたということで、これからとりあえず天気がいいので海へ直行したいなという流れでございます。はい、ということでレッツゴーレッツゴーレッツゴー。ありがとう。ごめんごめん。ゲットアシャシャドゥーよー。今ね海行く前にちょっとコンビニでセブンイレブンですね休憩です。昨日結構遅くまで起きてたので眠たい。乾杯。ああ起きた。どうよ海は。えじゃないここで遊ぶ。線の夜を越えてあなたにてここでボール出し始めて、はい、なんでこういう時に限って曇りだば。疲れてないね言われちゃったよ。はい、今どこ、ビセビーチに到着して、ビーチ、あ、違う違う、セソコビーチに到着してちょうどね15時です。入れるのビーチ、違う違う違う、5時です、17時です。秋ってことか、トンボ飛んでるってことは。もう涼しいさ。でもマジでね気をつけよう、海の危険生物だよね。最高やさ。映えてるね。一石二鳥じゃん、お互いの。そうだね。ありがとう。どうだった海。めっちゃ綺麗。はい、今ね、元部の市場に来ました。で先に取られた。先に喋ったもん勝ちだよ。それでとりあえず初めて自分も行くので、慎太郎さんも初めて。初めて。ボリンさんも、うん、楽しみです。楽しみ。行きましょう。バイバイ。バイバイ。うわ、まぶ。元部かりゆし市場です。こっちだ。沖縄限定のジュースが勢ぞろい。グアバ、パイン、シークワーサー、カーブチ、タンカン、スッキリ茶。これ死にうまそうじゃん。栄養素見てみる。脂質 17.1。 まあこの店内で
ちょっと飲み物を買おうとしたんですが、ここはコーラしかなかったので、とりあえず一旦コンビニ行って。今日コンビニ何回目かな。だってダイエット中の味方じゃん、トレーニーの味方じゃん。ダイエット関係なく言ってるでしょ最初。関係ないよ。飲み物なんて最初グッときち、最初グッときち、あいこでし。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。乾杯。最高やった。この北部の道を歩くっていい。沖縄の人全然歩かんから。アガリエのブルーシールの方の裏のアガリエビーチってところに来ています。ここね、夕日めちゃくちゃ綺麗に見れるんですよ。めちゃくちゃ綺麗なので。伝わらねえ。くそ、全然伝わらないんですけど、めちゃくちゃ綺麗です。伝わるか。綺麗じゃん。めっちゃ綺麗。ただいまが18時55分です。こんな感じで綺麗に撮れますね。はい、今ね夕日を見終わってファイマに来ています。買ったものが水とちょっとモンスター飲んでしまったので、スーパーサイダーファイバーを、ちょうど弁当もあったので、これをトレマイとして食べて、ジムでねバチバチに追い込んでいきたいと思います。あら、何が努力全部無駄だったねえだ。お前らには分かんねえだろうけどな、めっちゃくちゃ努力を重ねてんだよ。目的を持ってしっかり毎日逃げずに、嫌になっても練習を続けて、それで結果につながってんだよ。だから人の努力を笑うんじゃねえ。俺はな、てめえで努力もしねえで人の努力を笑う人間が一番嫌いなんだよ。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査され、その時の数値が低いと貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。なりたくは食らえ。朝も昼も夜もなく食らえ。直前食後にその肉を食らえ。飽くまで食らえ。飽き果てるまで食らえ。食らって食らって食らい尽くせ。追い込めたね。最高。なんか絶対手ぶれやばいよねこれ。まあいやもういやいや。まあのんびり北部観光して、しっかりトレーニングまでできたので、もうすっきり家帰って眠るだけです。眠れます。ということでこの辺で終わりにしたいと思います。この動画が良かったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。カメラ買うまではこういった iPhone とかの両立になると思うんですけど、ご了承ください。それではね、次回の動画でお会いしましょう。 I'm just 長。